こんばんは。こんばんはなのかな。なんかさ、日がすごく長くなってきて、はい。日が長くなってきて、なんだか6時になってもまだ夜って感じはしないんですけど。今日の髪型、産毛大量生産マン。はい、今日はちょっとずっとおでこでした。そう、なんか4月終わっちゃうので駆け込みショールームです。昨日不思議なメンバーでご飯だったね。でしょ、不思議なメンツだよね。ねーん。あ、クラッカーありがとう。何にパーンなのか、何におめでとうなのか、ちょっと理解追いつかなかったんですけど。わあ、何サーカス。いつもさ、ギフト買うためにで驚いちゃう。あ、今日誕生日です、おめでとう、おめでとうございます。4月27日インスタ見たよ。インスタ更新したっけ。ストーリーしか更新してるイメージないや、私の中で。ありがとう、見てくれて。どんな集まり、まあまあいずれわかるかと思います。あ、ゴールデンウィーク限定サーカスなんだ。あ、本当だ、なんか歩いてるもんね。ありがとうございます。なんでなんだろうね、ゴールデンウィーク全然サーカスのイメージないけど。お、30日誕生日だから祝ってください。もうちょっとだね、おめでとう。今日も可愛いよ、ありがとうございます。なんかね、今日はね、髪の毛をずっと下ろしてたんですけど、なんとこの間いいヘアオイルを見つけました。今日は4月の購入品紹介したいと思います。こちらです。こちらはですね、なんかヘアオイルなんですけど、ロレアルパリのヘアオイル。なんか試しに6個パック買ってみて、昨日1個使ったんですけど、それが結構良かったので、今度ボトルで買いたいなって思いました。 YouTuber かな。あとこれ、今月は新しいアイシャドウ買いました。じゃーん。ちなみにこれはあゆ太郎ちゃんとお揃い、あゆ太郎ちゃんとお揃いアイシャドウです。ひなた祭り聞いてるよって。お、本当ありがとうございます。 YouTube にもねアップされているので、よかったら見てください。そう、めっちゃ可愛いんですよ。すごい光で反射して何にも色が見えない。何にも色が見えないけど、最近はなんかマットなメイクが好きなので、あらららららら、手についちゃった。マットもあってキラキラも入って、はい、いいんですよ。あゆ太郎ももぐもぐ、あゆ太郎もぐもぐ配信してた。何食べてんの、私のことを置いて、ひどい。ひどい、ひどいとは。そうなんですよ、4月はラジオがスタートしたのかって。そうなんですよ、4月盛りだくさんすぎて、ちょっとなんか私気疲れなのかなって思ってきた。今月なんかわかんないけどすごく疲れたんです。今月なんでだろう。はい、手についたかやってついちゃいました。このキラキラがお気に入りです。あとこれも結構可愛いです。これはラメがめちゃんこでかくて、最近使いどころに困ってます。でも可愛い。これもう指で取って塗ったりもしちゃいます。今日は、あ、でも4月はお休みの日はほとんどメイクをしなくなりました。いいことなのか悪いことなのか。
あゆ太郎とアイニャどっちを取るんですか。てんてんてれんて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 れんてんてんてんチャラチャラチャラチャンチャラチャラチャン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 チャラララン。あゆ太郎は天津飯食べてたよ。いいね。あ、優しい。肌休ませるのはいいことだね。ありがとうございます。最近は日焼け止めクリームだけで生活させていただいております。本間ひなたです。ネイル見せて。もうハゲハゲなんですけど、ちょっとさ、光強いのかな。後ろがさ暗いからさ、全部飛んでしまうんですけど、今爪はクリーム色みたいなの塗ってます。この間のピスの撮影で塗ってもらいました。もう日焼け止めの季節。え、なんなら今がピークだよ。はい、なんなら今がピークで絶対日焼け止め必要な時期です。春が一番焼けますからね。まあ夏も焼けるけど、もちろん当たり前に。そうなんです。猿は一匹でピューって流れてくれるんですね。ありがとうございます。次回のビスはどんな感じ。次回のビスもすごいすごいです。いきなり語彙力失った人。いきなり語彙力失った人みたいになっちゃった、ごめんなさい。次回のビスもすごいです。やばい。ほんまか。ほんまです。今日もひなた大好きです。え、その言葉はちょっとにわかに信じられないかもしれない。メール取るのやめたんじゃないですか。延々しくしく。はい、というわけで4月はそうなんですよ。うん、スキンケア始めた僕には幸せな情報。キュンです、キュンです。キュンです。そうなんですよ、日焼け、肌荒れも日焼け止めをちゃんと塗ってケアすると、日焼け防止対策すると肌荒れも治ったりするので、少なくとも私は結構それで治ります。なのでよかったら実践してみてください。何って感じかもしれないですけど、すみません。リクラブです、ありがとうございます。ひなちゃんとあゆ太郎どっちと結婚しようか迷う。あー、それはあゆ太郎かな。卵肌、ありがとうございます。まあ嬉しい、ひなたんの配信で一日の疲れ吹っ飛んだ。よかった、お疲れ様です、今日も一日。そう、今日おでこなんです。え、珍しい。 そんなにお珍しいですかね、おでこ出してるの。そんなに珍しく感じますか。あ、俺は迷わずひなたんだなぁ、あとだな、ありがとうございます。唇の形が春の愛と似てる。春の愛さん。久しぶりかも。あ、久しぶりか、久しぶりなのか。そこまではっきり出してるのは珍しいな。おー、そうなんだ。なんか私的には最近結構前髪伸びてきて邪魔だなぁと思って、お家の中だとずっと上げてたりとか、あとそれこそ撮影でおでこ出すことが多かったりするので、あんまりまあ自分だからね、自分の顔は自分が一番よく見るもんね。ピメとチカナちゃんの結婚おめでとう。あー、楽しみだな、結婚式呼ばれる方。配信では久しぶりだ。あ、そっか、配信久しぶり、配信ではおでこ出して久しぶりですね。うん、
何か書きたくなるおでこ、書かないでください。私もゼクシー買ったらひなたんと結婚できるかな？あ、できません。産毛、そう、めっちゃ産毛マンなんですよ。なんかね、生まれてからこの方、生まれてからこの方、あの産毛が育たないんですよね。産毛が毛にならない。産毛が毛にならなくて困ってます。そう、顔周りの産毛ひどいんです。赤ちゃん肉って書く、定番、定番なの。もしかして生まれたて、生まれたてかもしれない。おぎゃー、うん、産毛にトリートメント、え、それで効果あるの？育つの？これから育つさ、あのこれから育つって思って22年なんですけど、どうでしょうか。21年と半分なんですけど、どうですか。21年と半分費やしてこの産毛なんですけど、あのどうでしょうか。うんうん。ロン君何か新しいの覚えた？あ、技？あの待てできます。待て、育毛剤使いましょう。あ、育毛剤使うのは諏訪さんだけでいいかなみたいな感じです。眉毛も存在感あっていいよ。ありがとう。うまいよね。そう、今日は眉毛も何もメイクしてないの。眉毛くらいメイクした方がいいよね。おでこ出してるんだから。わかるの。ちょっとだけ眉マスカラくらい塗っとくか。あ、こちら塗らせていただきます。いろんな人の産毛の中でひなたんの産毛が一番好き。あ、トップオブ産毛いただきました。ありがとうございます。キングオブ産毛、産毛のキング。いやでも本当に産毛すごいすごいよね。でも別に嫌いっていうわけじゃないから別にいいです。眉マスカラ塗ってます。これ朝起きてから一番最初にやるべきことだよね、さすがに。今日は天気が良かったので、あの神社に行きました。はい、今日は神社に行って、一人で神社に行って全部お参りして帰ってくるっていう旅をしてきましたね。なんかね、神社に行かなきゃみたいな気持ちになったんですよ。なんかありませんか、ここ今日はここに行かなきゃいけない気がするみたいな日。そういう日でした。ご利益がありますようにね。本当に写真集ヒット祈願も、いや、そう、本当にそう、そういうのも含めて、なんか本当はちゃんとお祓いというかご祈祷してもらいたかったんですけど、なんか持ち合わせがあんまりなくて今日は諦めました。はい、劇場に行かなきゃいけない気がする。いや本当に劇場に行かなきゃいけない気がするよね、みんなね。そうなんですよ。あ、やっと初詣行ったよって。おー、いいですね、いいですね。お祓い何か乗ってるの？うん、そういうわけじゃなくて、なんか定期的にお祓いとかしてもらいたくなるんですよ、私。あとはなんか神社巡ったりとかしたくなるんですけど、今日はそういう日でした。なんかね、定期的にね、大仏見たいとか御朱印集めなきゃみたいな
気持ちになる時があります劇場に行かないといけないのに行けない、うん、お清めも兼ねてね、お清めも兼ねて行きました。でもそしたらなんか天気もすっごい良かったし、なんかすごい気分がいい感じになりました。整った、自分の中で整いましたねそうなの。あとなんか4月は体調不良日が続いたので、なんか健康になりたいなみたいな気持ちでした、うん、そう本当はね京都とかね行きたいんですけど、うん、でも新潟も神社たくさんあるので全然 OK です背中の筋肉痛治ったか、治りました。でもうん今日でもう治りました4月忙しかったからね。うーん確かにそうやね、4月忙しかったというか、なんか新しく始まることだったりとか、なんかそういうのが多かった気がする。それこそラジオがやっぱ大きかったかな。ラジオ本当に毎週みんな聞いてくださってありがとうございます。すごい反響もね大きくてね、とっても嬉しい限り。5月もいろんなことやっていますのでお楽しみに情報も多かったからね。あ、撮影も多かった。うん、撮影系も結構多かったですし、あとはコラムが始まったりとか、ラジオが始まったりとか、写真集もね、あの発売に向けていろいろ動き始めているので、本当にみんなに楽しみにしてもらえたらいいなと思ってますラジコ大活躍、嬉しい。私もラジコって聞いてます。ラジオ毎週聞いてる、ありがとう、嬉しいの、うん、わ今から焼肉食べるよ、だっていいな、焼肉大好き日向祭り大好きって、ありがとう。タイトル発表はいつ、いつなんだろう。でも本当にあと少しかなとか言ってごめんなさい、何日に発表ですとはしっかり言えない。でもなんか明日も写真集系の、取材だったりとかいろいろ受けさせてもらえる予定なので、それ用に準備したいと思いますラジオのために公演ラストが巻きモードで面白かったそうだよ、あの土曜日のね夜公演は、あの私5時からステージで1時間のステージなんですけど、18時からはラジオで、ラジオ自体は収録なので問題ないんですけど、あの聞いてもらえたら嬉しいなってやっぱ思ったので巻き巻きでちょっとやらせていただきました。お、写真集とりあえず5冊押さえたよって、ありがとう、予約してくれてありがとうございます。あと3週間、おーなるほど、公園入ってたぜ涙目どんまい、焼肉会でしたからね。あのね本当にあの日向祭りで行かせていただいた、ロケに行かせていただいたあの焼肉屋さん、喜楽さんっていうところなんですけど、すっごく美味しかったです。はい、すっごく美味しくてね、あの放送聞いてくださった方は分かるかなと思うんですけど、結構バクバク普通に食べてたんですよで収録終わった後もあのみんなであのその焼肉をいただいたりとかして、結構お腹パンパンになるまで食べれました。ありがとうございます、ごちそうさまです沖縄雨で残念だったね。あ、そう、写真集の話ね、写真集の撮影の時沖縄行ったんですけど、そう沖縄ね雨だったのね。でもね、帰りっていうか、あのオフショット動画公開されてる時は雨降ってるんですけど、その次の日はねめちゃめちゃ天気良くてね、もうピカーンピカーンって感じでしたはい、なのであの無事にね雨のショットも撮れたし、あとは
晴れのショットもたくさん撮ることができたので、いろんなカットが写真集に詰まっているので、よかったら見てください寒くなかった？あのね、あの公開されてるあの浮き輪に乗ってる水着のショットあるじゃないですか。あのあそこ実はプールなんですけど、あのねプールのね水がねめっちゃ冷たかったの。本当に冷たかった。海より冷たかった。もう本当にねえ、なんか本当は4月になったらプール開きなんですって。でもなんかその撮影3月だったんですけど、無理言って開けてもらって、あの 入ったっていうかプールで撮影したんですけど、あのね海よりプールの水が本当に冷たかった内臓固まるかと思った。そう、海のね水の方がねあったかかったです。はいキンキンに冷やしてくれてたんだよ。ああ私のためにね、感謝しますはい、雪景色とのギャップが面白い。そう、あの新潟はね全然雪がねたくさんあったので2月に撮影したんですけど、新潟のショットは雪景色があったりして結構ね対照的になってると思いますでもねなんかね違和感なくね楽しめると思いますよ。まあ逆のシチュエーションですけどはい、キンキンに冷えてやがるキンキンにね冷えてるとねそれ言いたくなる方がいらっしゃいますよね。あなたです贅沢な写真集だねって。そうなの、本当にいろんなことやらせていただけて本当に感謝の気持ちでいっぱいですうんうん、あなた今日なんかワンちゃんみたい。ワンもう春夏秋冬彼女感なんだね。彼女感出てましたか？今公開されてるショットで彼女感出てましたどうですか？お、写真集期待していいっすね。もちろんもちろんもちろんです楽しみです。ありがとう。開けるととても嬉しいです。あ、彼女感出てるね。あ、まだ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 なのめちゃくちゃ出てる。まあ嬉しい、期待しかない。ありがとうございますポメラニアンとのショットありますか？あ、ポメラニアンとのショットはちょっとないかもなんですけど、あるものと一緒に撮影したりとかはしたので、ぜひ写真集の方を見ていただけたらいいなと思っています話聞けば聞くほど楽しみが増すって、嬉しいですね。あと3週間後だね。確かにあと3週間後だ。あるもの？わしかな？あ、違います記憶もし撮ってたとしたら記憶にあると思いますよはい、あ、老子は敵士ですので定期いいやん、ローン赤ちゃんなんだからいいじゃん、許してあげてたくさん売ってください。わかりました。じゃあたくさん買ってくださいお願いします5月19日を忘れないようにしたよ。お、ありがとう5月19日に写真集発売ですのでね、よろしくお願いします。写真のディレクションはひなたちゃんもしてますか？編集さんにお任せですか？あー、写真のディレクションはなんかまずその全体の中からあのスタッフさん方がその構成だったりとかいろいろ並べてくれて、問題ありませんかって、あの私とマネージャーさんの方に来て、あのマネージャーさんと相談しながら、これは私的にいいですと
か、なんかちょっとこの写真は気になるかもですみたいな風なのは、お話ししました。あとはあの表紙だったりとかタイトルもあのいろいろご相談しながら、ご相談したりとかいろいろお話ししながら、写真集の内容を詰め詰めにしていったので、はい、私は本当に見てもらえるのが楽しみです。うんうん、あかんやつ欲しい、あ落ちちゃったやつ、残念ながらセレクション漏れのカット、うん、髪質にはこだわりましたか。あそうですねまさかこの質問が来るとは思ってなかったんですけど、はい、こだわりました。あとは写真集の大きさだったりも、こだわりました。あの髪のね質感だったりとか、あとはその表紙の質感、髪の質感、結構あのいろんなもの見てスタッフさんとお話ししながら自分のなんかその写真集の内容とすり合わせていい感じになるように、はい、お願いしましたそういうところにこだわるのひなたんらしいね。本当にそうですか。なんか自分の写真集、初めての写真集なので、あのもうやれるだけやりたいことをやらせてもらった気がします。なので本当に、はい、こだわりにこだわり抜いた写真集になってます短歌入ってる？あ、短歌はね入ってないんだ、ごめんねポエムっぽい質感かな、どうかなポエム書いた？写真集に。あ、それはもう見てもらえば本当に全てわかるかなと思うのでよろしくお願いします。欲張りさんだわね、欲張りさんですね写真集の帯は誰に書いてもらったの？いやもうそれは本当にありがたいことにって感じなので、それも見てくださいはい、うんうん、本当に本当に本当に楽しみですね。いやふお、でも4月は本当に私は疲れちゃったかもしれませんね。でもなんかやっぱりそのインスタグラムのね質問ボックスやらせてもらってますけど、なんかみんな4月大変だったんだろうなっていうのがひしひしとあの感じました。でももちろんあの新しい生活がすごく楽しいですっていう方もいらっしゃいましたし、そう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 、いろんな方がいたはい、うんうんなので5月はねもうちょっと健康的に私は行きたいです。うんうん、写真集の帯はロン君の手形ですかね、手形ですかねうん、うん、あ、5月病になりそうです。確かに私もなっちゃうかも。まあね、なったらなったでね、もうふわーってしてよ花粉も収まったし、あ、確かに花粉も収まった。私もなんか知らないうちに花粉ちょっと落ち着いてたかも。うん、5月も公演入りたいって、ぜひ。そう、あの5月ね、いつまでね、またね、あの県外の皆さん申し込めない期間になるのかちょっと行き先不透明なところはあるんですけど、5月3日ゴールデンウィーク私公演やりますので、よかったら配信等々でぜひ皆さん見てください。新潟県のね皆さんはぜひ劇場でお会いできたらいいなと思っています。髪の毛伸びたね。そうなの、伸びました。え、結構超ロングじゃない？見てることあんまりなくないですか？なんかいつも こんくらいのイメージね。だから結構伸びたかも。カイザ様みたいね。アキちゃんとは連絡してるの？あ、連絡取りました。昨日ポメミケキツネのグループラインでやり取りした。うん、髪の毛伸びるの早くない？
そうかな、そうかな、1ヶ月に1センチ伸びてますからね。あー、今年中に1回は会えるといいなと思ってます。ぜひその髪の毛で遊んでみたい。やだ、もちゃもちゃにするでしょ絶対。もちゃもちゃにするから絶対にやだです。お、連休は感染に気をつけながら県内一周ドライブします。お、いいですね。ぜひあの予防もね、対策しっかりしながら楽しんでください。ぜひぜひ。マリナちゃん27歳になったらショートにするらしいよ。そうなんだ。でも27ってことはあと1年半くらいあるってことかな。なんだの髪の毛でしばかれたいです。あらららら、あらららららら、じゃあやめとこうと。ペンライト何色？ペンライト、私の推し色、推し色のことかな、は黄色と水色です。よろしくお願いします。すごい、みゆみゆが5月3日にバンダイシティの1日アンバサダーだって。おー、おめでとうみゆみゆ。ソロ公演もいいけど通常公演も見たい。わかるの、すごく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 わかるの。なんかさ、あのさ、私ソロ公演結構孤独感じる。あ、そう、なんかこの間の公演でね、すごくね思ったのはね、私ってばソロ公演だからステージに一人しかいないんですよ。でやっぱりそのなんだろうな、その誰かと一緒に公演をやってるというか、公演のステージを作ってるって実感するのがやっぱりそのなんかパフォーマンス中にみんながこう乗ってくれたりとか、あの私のレスポンスに答えてくれた時とかがすごくなんだろうな、公演のステージ、劇場内の一体感がやっぱりそのソロのステージではあの自分がすごく楽しいなって思える瞬間なのね。だからあの劇場に入ってくださった皆さんはもちろんそのユニットで2つのユニットで1公演だから、私を見たい、あの 100% 見たいと思って入ってない方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、あのよかったらあの私のステージも楽しんでほしいなってすごく思いました。そう。でなんかあの私をお目当てで、その公演に入ってくださったあの方はあのもう一つのユニットも 100% の気持ちで楽しんでもらえたらいいなってすごくすごく思いました。うん。ソロ公演って MC もしんどいよね。そうなんですよ、 MC もやっぱり一人で喋るから、あの多分他のユニットよりあのファンの方の反応を見つつでめっちゃ喋ってしまうのね。だからなんかあんまりなんだろう、聞いてくれてないなって感じやめちゃうし、私もそうすぐあなんかあんまり聞いてくれてないかなみたいな、だったら次の曲いっちゃおうかなみたいな、はい、気持ちになっちゃうし、そう本当になんか公演って私そのパフォーマンスする側だけがあって成り立つものじゃないんだなってすごく感じていて、そうだからなんかみんなで楽しい公演を作れたらいいなってすごく思います。なのでまあね、今の期間はなかなか県外の皆さん申し込めない状況なので、新潟県内の皆さん、ファンの皆さんになってしまうと思うんですけど、劇場に入ったら全てのユニットに対して 100% 楽しんでもらえたらいいなって思います。はい、うんうんうん、だしなんかその県内の皆さんしか申し込めない今だからこそ、その劇場に入ってくださるファンの方には
その入ったからには 100% 楽しまなきゃいけない義務があるのではないだろうかってすごく私ステージに立ちながら思っちゃって、そのなんか多分私がね気になったのはね、なんだろうな、あのね私のね話がねつまんないのがねいけないんだと思うんだけど、あの私のステージの時にあの目をつむられてる方、多分音楽を楽しまれてるのか、あの興味ないのか、どっちなのか、どっちかなんだけど目をつむられてる方があの真ん中のブロックにいらっしゃってて、でもねなんかあもしかしたらそのお仕事とかたくさん大変だったけど、その劇場公演ね当たってくださ当たってあの頑張って来てくれたのかなとかもやっぱ思ったんだでもなんかそのMC になったら目をつむられる方とかあの結構あもう喋っててごめんなさいって気持ちになるのね。そのステージの上にやっぱり味方が一人しかいないから、味方って言ったらあれだけど、その喋れる人、こう助け合える人がもう自分自身しかいないから、そうそうなの、そうなんですよ。瞑想かな、瞑想なら全然いい、心をねこうね整えてるなら全然いいんですけどそうだからなんかそのね劇場公演に来てくれたら、まあその必ずしも自分の推しメンを目当てで入った方にとってはその2時間約2時間の公演の半分しか推しメンを見れないっていう状況が少なからず多いわけでね、そういう場合もあるかもしれない。でもなんかそうじゃない、そうじゃない場合でもやっぱり私は私のファンの人に私のことをもちろん好きでいてほしいなって思うし、楽しんでほしいなって思うし、たくさん応援してほしいなって思うけど、それと同時になんか NGT48 全体のことも好きでいてほしいなって思うのね。他のメンバーのこともなんかいいなって思う瞬間を持ってほしいの、すごく。そう、まあだから多分チームサニーは DD が多いんじゃないかなって思うんですけど、でも本当にそれは思う。だからなんか公演は、今の時期だからこそこう声にあんまり出せないじゃないですか、すごくね苦しいんですけど、なんかそういう風に私のソロ公演も助けて、みんなに助けてもらえたらいいなって思いましたはいそんな感じ。メンバーのいいところを見つけるのが得意技です、いい人いい特技はい、 いやそうよ、公演当たったのなら前半も後半も楽しまないともったいない、本当にその通りでもね、なんか私もやっぱりそのソロ公演の回数を重ねてきて、ソロでのねあのステージの自分の楽しみ方、なんかこういう風になんか盛り上がったらいいなとか、こういう風に盛り上げていこうみたいなのを毎回結構試行錯誤でやらせてもらってるんですけど、でもねやっぱりそのメンバーと一緒に立つステージもやっぱり楽しいのよ、すごく。そうだからなんかメンバーとまた16人でね公演やりたいなとかもすごく思うし、そうなの。だからまたいろんなステージやれるように頑張りたいなって思います最近みんな DD に優しい、いや DD に優しい話をしてたんじゃないんだよねんねそれわちゃわちゃしてるの楽しいよねって、そうなの。あ、正直日向ソロかなり好きです。ラブ、嬉しい、ありがとう、そう言っていただけると嬉しいですねそうでもなんか他のユニットもねあの面白い公演たくさんあるので、ぜひみんなに楽しんでもらえたらいいなって思いますいつか HKT みたいにリカワーもやってほしい
ねえ、あのやりたいですね、わかる。でも NGT まだ曲少なくない？なのでまずは、曲をたくさんいただくところからですね、私たち頑張っていきましょう。ひなた毎回衣装変えてるのいいね。お、嬉しい、ありがとう。次の公演の衣装何にしようかめっちゃ迷ってるの。そろそろ曲欲しいね。ね、欲しいわね。いただけるかしら。セットリストベスト30で十分できる。30、あるか、30はあるか。まあ公演、今まででやった公演曲とかも合わせたらまあ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 って感じなのかな。ソロ曲も欲しいよね。ああ、ソロ曲はもう本当に目標中の目標。いただけるように頑張りたいですね。はい、ソロの曲いただけたらもう感無量。ニューシングルまだかなね。7月にね出してからね、もう少しで1年。まあ、まだ1年って感じはないけど、もう結構経ちますもんね。今後どんな曲が欲しい？ああ、いただけるのならやっぱり何でもいい、何でもいいって言ったらあれですけど、なんかやっぱり嬉しいからね、どんな曲でも嬉しいなと思うんですけど、やっぱりそのシャーベットピンクいただいた時にすごいキラキラしたアイドルソングみんなでやるのめちゃくちゃ楽しかったのよね。そうだから、なんかシャーベットピンクみたいに爽やかでアイドルっぽい王道ソングをまたね NGT いろいろできたらいいなって思います。そう、なんかおしゃんな曲はね、これまで4枚目シングルまでにたくさんいただいてきたので、はい、なんか王道系をもう何個かいただけたらいいなっていう気もしますね。メロンジュースみたい、メロンジュースかわいい、大好き、メロンジュース大好き、メロンジュース。はい、そんな感じで、そんな感じで、そんな感じです。はい、というわけで、今日の配信はここくらいまでにしようかな。いろんなお話ができてとても楽しかったです。今日配信見てくださってありがとうございました。また配信したいと思います。4月中も、あ、厳しいかな、どうだろう。もしかしたらこれが今月ラスト配信だったかになる可能性は高い高いではある。お、仕事終わりに見れてよかったです。よかった、ありがとう、またねって、ありがとうね。もう一回やるかどうかって感じなんですけど、はい、ひなたが一番可愛いよ、ありがとう、ありがとうね。はい、まあできる時に配信したいなと思います。もしかしたらね、ちょっとゲリラになってしまう可能性もなきにしもあらずなので、よかったらルームフォローして通知受け取ってくださると嬉しいです。はい、無理せずに、ありがとうね。はい、というわけでまた配信します。ありがとうございました。コメントたくさんありがとうございます。お星様とギフトの方もありがとうございました。サーカスめっちゃおもろかった。なんかピョーンって流れたり、パッってなったり、ありがとうね。というわけでまたね、バイバイ。